おはようございます。おはよう。おはようございます。おはよう。ハートありがとうございます。今日の公式のカウントダウン、ひこちゃん、あ、そうです、皆さん見てくれましたか。今日は今まあ、みんなね、日に日にでカウントダウンをやってるんですけど、今日は私の番でした。見てくれましたか。あ、ダメ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 。りょうくんダメだよ。ちょっと待って。ちょっと待ってね。よいしょ。えのもダメ。見ました。ありがとうございます。可愛いです。ありがとう。じゃじゃじゃん。ね、今日ね、ひなね、今日ね、なんかひな朝ごはん食べないタイプなん、あ、ごめんは、朝ごはん食べないタイプなんですけど、今日は起きた瞬間からすごくお腹が空いて、今日朝ごはんを食べたいと思います。お兄ちゃん、喧嘩しないの。兄ちゃんも来たの。匂いに寄せられて来たのかな。兄ちゃん来なくていいよ。兄ちゃんダメ、帰って。兄ちゃん帰って。ちょ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 、そう、兄ちゃんはいいよ。兄ちゃんは帰っていいよ。映るならいいけど。めっちゃご飯食べたそうに。おいおいおい、兄ちゃん。あのね、そう、私はね、朝ごはんあんまり食べないんですけど、いつもお昼に朝ごはん系お昼ごはんみたいな感じでなんですけど、今日はねすごくお腹がね、なんか起きた時にめちゃくちゃお腹が空いてる日ないですか。たまに、いや、たまにあるんですけど、今日朝ごはん食べないとダメって日がねあるんですけど、今日はそんな日でした。なので朝ごはん食べたいと思います。ニーさん犬、あ、そう、ニコっていう名前でニーヤンって、ニーちゃんって呼んでます。お兄さんではありません。くしゃみでそう。出ない出ない出ない。今一瞬本当に今出る直前だったのに。兄ちゃんさ、もう帰っていいから。兄ちゃん帰ろう。いいよ、いらないいらない、あっち行って、あっち行って、本当にいいから。兄ちゃん、兄ちゃん、ちょっと本当にお願い、一生の約束。ママが呼んでる。はい、兄ちゃん、いってらっしゃい。バイバイ。そう、だからね、ひなきょすっごくお腹空いてて、なんかそういう、みんなは朝ごはん食べますか、食べてますか、どんな感じですか。ね、いや、これどうやって、いや、こうやって食べるのか。
ハートありがとうございます。食べて、あ、みんなもう結構食べた？あ、今起きたばっかり。おはようございます。なひこちゃんおはよう、おはよう。みなてちゃんおはよう、おはようございます。ありがとうございます。かわいいギフト、とうとうギフト、ありがとうございます。そうね、エル君、エル君いい子になった。エル君さっき朝ごはん食べて、ほ、みんな早い。食べないと元気出ないよ。まあそうだよね、朝ごはん結構大事だけど、でもあんまね、いつも食べないんですよ。やばいやばいやばい。なるまありがとうございます。仕事行く前にひなたちゃん見えたので、今日一日頑張れ、嬉しい、ありがとうございます。ひこちゃんおはよう、仕事行ってくる、行ってらっしゃい、行ってらっしゃいませ。早くどうしたの？なんかまだ朝で眠いみたい。ひっくり返ってますわ。ひっくり返って寝てます。カメラ見てくれない。ニアの立場がエル君はね、あれなんです、ちゃんと言うこと聞くし、まあ、言うことは、いや、2個の方、いや違うんだよ。エルマもね結構悪い子なんですけど、まあなんていうの、まあちゃんとご飯を、まあ、ご飯も食べたそうにはするけど、ニコみたいにこうもうがっついてこないので、ニコはめちゃくちゃね飛びついてきてもご飯取られちゃう。あっという間に1000人、あー、ありがとうございます。嬉しい、朝からありがとうございます。おはよう、おはようございます。じゃあひなも食べますね。ちょっとすっごく今日起きた瞬間からお肉食べたいって思ったんですよ。すごくお肉をめちゃくちゃ食べたいって思ったので、いただきます。朝ごはん、でもあれ、みんなって朝からチーズとかありですか？いただきます。これキュウリ。朝からチーズはないですか？全然待って。あ、アウディ。あ、よかった。なんか。めでそう。変な、なんか朝から結構、まあ、朝はあんまり食べないけど、起きた瞬間からでもなんか全然ラーメンとかいける系の感覚だから、なんかどこまでががっつりでどこまでが
なんだろう、なんかみんな結構さ、へー朝からラーメンって思う方いるじゃないですか。だからどこまでがそういう、そう思うあれなのかなと思って。朝からステーキいけたらすごい、え、全然いける、余裕でいけると思います。私もう起きた瞬間からでもいける。まあ、いけるけど朝ごはんは食べない派です。でも、まあ、まあまあまあ食べたいとは思う。美味しい。なんかこれなんて言うんだろう、熱っ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 、なんかさマカロニみたいなのにさチーズかけたやつ。いただきます。伸びる、熱っ熱っ熱っ。めっちゃ美味しい。これこのアスパラ買ってきたやつかな、お家でできたやつかな。私のうち今アスパラね作ってるんですよ。このアスパラお家でできたやつかな。お家でできたやつだった。このアスパラは諸橋家のお庭でできたやつです。アスパラの他に何か栽培してる？あとはニンニク、この間ねニンニクね、ニンニク撮ったんですよ。ひなが全部引っこ抜いた写真撮った、写真撮ったんだけどね、まだ開けてなくて、あげますね。あとはきゅうり、あとはなんかでもパパがねやってるからひな何ができてるのか全然わかんないんだよね。水やりとかめちゃくちゃお願いされてるけど、きゅうりとか、あと何やってんだろう、なんか他にもなんかよくわかんない、あのまあなんていうの、草、草じゃないな、なんかその何かの植物の草が生えてきてて、なんだろう、ナスとか、それはないか、え、何なんだろう。あ、このキュウリもうちのだって、このキュウリもうちの、へえ、そうなんだ。あ、あとニラ作ってるらしい。全然知らん。そうね、ちゃんともっともっとね、多分もっとちゃんと、あ、くしゃみ出そう。もっとちゃんとそのあれですよね、関心を寄せるべき
へえ、みょうがと青しそ枝豆。へえ、枝豆とか家でできるんですか。まあできるか、頑張れば。でもそんな甘く、甘いもんじゃない、できるのかな。だってこのきゅうりもお家でできたやつ。くしゃみ出そう。あ、トマトも作ってたね。そうだ、トマトも作ってた気がする。なんかできてたさ、この前。この前というか、緑っぽいトマトが。朝から食べてる。珍しいね、珍しいでしょ。今日ね、朝起きた瞬間からね、めちゃくちゃなんかお腹が、なんかお腹空きすぎるとめちゃくちゃ気持ち悪い感情になりますじゃないですか。だからさ、あの学校でさ4時間目とかめっちゃくちゃ、まあ高校に入ってからはあの休憩時間食べれるけど、中学生まではもう4時間目がいつも気持ち悪くて、お腹空きすぎて気持ち悪いっていう感情になることが多くて、今日朝からお腹空きすぎて気持ち悪くて、やっぱね食べたら、そうそういう時ある。仕事行ってきます。行ってらっしゃい。行ってらっしゃいでございます。なんかワニ、あばばばば。朝ごはん食べるのいいわ。めちゃくちゃ良い朝、良い朝を迎えられる。もぐもぐ音がめっちゃ幸せ。本当。キリの音。咀嚼音。かわいい。ありがとう。ありがとうございます。これで最後のキュウリ。これで。咀嚼音、キュウリの咀嚼音最後です。めっちゃかわいい。ギュッとありがとうございます。咀嚼音読めた。それは読めますが、 YouTube でね、ひな結構咀嚼音好きなので、 YouTube でよくね調べるんですよ、咀嚼音。漢字で書ける？読むことはできるけど書いたことないから絶対書けないと思う。この何、尺がめちゃくちゃ難しそう。めっちゃ美味しい。良いね、朝ごはん。こんな時間に
なんか食べ物食べたの久しぶり。でも小学生までは朝ごはん食べてたんですよ、学校行く前。中学生になってからかな、朝ごはんあんまり、いや食べるんだけど、なんていうの、いや食べないか、いやなんだろう、いやでも高校入ってからなのかな、やっぱり。覚えてない。おはようございます、ピーちゃん。おはよう、おはよう。いつからだろう、ご飯食べなくなったの。でも NGT に入ってからなのかな、なんかあんまし気にしたことがなかった。 NGT に入ってからかもしれん。やっぱ中学生、高1のやっぱ NGT にまだ入ってない時は食べてたかも。うん、食べてたかもしれない、一限終わった後、1時間目終わった後に食べてた。コーヒーとかも飲まないのかな。まあ飲まないです、コーヒーね。なんかあんまり、なんか昔一時期アイスコーヒーが めちゃくちゃでもないけど、アイスコーヒー美味しいなって思ってた時期があったんですよ。でもなんかあんまり最近は飲まなくていいかなって感じです。うん、だからさ、大人の方はやっぱ結構コーヒー飲むじゃないですか。だからさ、なんかあんまり今まだ飲める状態じゃないからさ、変わるのかな。仕事行ってきます、行ってらっしゃい、行ってらっしゃい。コーヒー苦いので嫌い。そう、なんかすごく今苦く感じるんですよ、コーヒーが。でもまあ、もういつか飲めるようになるのかな、それともこのままずっと。別に飲んでまずいとかではないんだけど、まあ、その苦みがあんまりだったら普通にお水がいいなって感じです。お茶とかさ、ジュースとかさ。おはよう、7時から働いてきます、いってらっしゃい、ありがとうございます、ありがとうございます。頑張ってください、見に来てくれて朝から。甘いコーヒーがいいです、甘いコーヒー。なんか甘くしても今はなんか嫌なんですよね。なんか昔はなんかコーヒー甘くすれば美味しいって思ってた気がするんだけど、なんか今はもうなんか甘くしても苦いというか、そう思うんだよね。なんか
茶ですか、お水です。でもね、昔はね麦茶での麦茶めっちゃ好きで、もう冷蔵庫にねあったんですけど、最近はお茶をあんまり飲まないで、お水ばっかです。コーヒー牛乳なら飲める？そう、それなんですけど、まあ飲めるんですよ、美味しいと思うんですよ、飲めるし美味しいとも思うけど、なんかねやっぱね最後まで飲めない。でも全然美味しいんですけどね、コーヒー牛乳なら。しかも昔めちゃくちゃコーヒー牛乳好きでずっと飲んでた。でもなんかやっぱコーヒーがちょっとでも入ってるとなんか、まあ、美味しいとは思うんだけど、まあ、コーヒー牛乳ならね全然美味しいとは思うんだけど、なんかちょっともうちょい苦味がなければいいのになって思う。紅茶飲める？飲めます。紅茶はスタバとか行かない。スタバ行ってもなんかチョコのやつ、チョコがチョコの味がするやつ飲みます。あれしか飲んだことない。いや、あるのかもしれないけど、もうあればっかりだから、あれの味しか知らない。なんていう名前かわかんないけど、炭酸飲める？めちゃくちゃ大好き。炭酸好きです。ミルメイク懐かしい。ミルメイク良い。あれはねちゃんとね牛乳を甘くしてチョコっぽい味にしてくれる。コーヒー系じゃなくてやっぱチョコっぽい味がいいんですよね。ココアみたいな、ココアチョコ系の味付け好き。めちゃくちゃくしゃみが出そう、本当に。今日この配信で出るかもしれない。朝ってくしゃみすごく出ない？ひなだけ？やばい、めっちゃ出そう。出ないかった。でも今日出るかも。今日配信終わりまでに。ココアはアイス派ですかホット派ですか？どっちも、もうなんかどっちも同じに好きだから選べないです。その時の感情、その時あったかいの飲みたかったって感じですね。やばいです、おくしゃみが。ショールーム配信終わったらミスタードーナツ買いに行きます。そう、あの昨日ミスタードーナツ久しぶりに食べたんですよ。あのみな、まあメールでも聞いたんだけど、皆さんはミスタードーナツで絶対食べるものありますか？ひなはこれは断然としてハニーチュロなんですけど、あのなんかチュロスみたいなやつ、昔からね大好き。
ファジアにミスドない、もちろんヤヒコもないです。だからね、そう、あのミスタードーナツ食べるとしたらいつも三条です。三条友達とね、三条のイオンに、ね、遊びに、電車で遊びに行って、そこで買うみたいな感じだったな。懐かしいな。そう、なのね、ハニーチュロなんですけど、多分ね、結構ね、お友達とかもみんなハニーチュロ好きだった。子供は結構、いや自分はもう子供じゃないのかもだけど、子供は結構ハニーチュロが好きなのかも。いやどうなんだろう、でも結構みんながみんなハニーチュロハニーチュロっていう感じで大人気だったと思う、昔から。でも昨日メールで聞いたんですよ、あの水戸行ったら絶対に食べるものなんですかみたいな。そしたら誰もハニーチュロがいなくて、えなんでと思って、もう全員が全員ハニーチュロって答えると思ってたの、ひなは。だからね、びっくりしました。思ったよりハニーチュロ、まあっていうか思ったりよりというか一人もいなかったから。ごちそうさまです。知った。ハニーチュロは契約感すごい。嘘を、ひなにはもう主役にしか見えないんですけど、なんで、もうみんな好きだったよ。へえ、ハニーチュロなんて取り合いみたいな感じですよ、いつも。ありがとうございます、嬉しい。めっちゃくしゃみ出そうなんだけどな。ひね、まあ体中蚊に刺されてて、めちゃくちゃね、かゆい。ごめんね、エル君。蚊に刺されがめちゃくちゃ多くて多くて、コップが大きいんです、顔が小さいんですか。コップが大きいのかも。ありがとうございます。やばい、かゆいかゆいかゆい。今日は休みだから久しぶりにゆっくり配信見れる。ありがとう、朝からありがとうございます。ハニーチュロの魅力は何、もうなんといっても味、最高です。あれはもう最高にずっと食べていたいヨーグルトです。味です。うん、これレモン、蜂蜜レモンがねかかってる。待って、中のヨーグルト全然取れない。かゆいよ、足がかゆいかゆいかゆい。蚊もいます、いますね。蚊めちゃくちゃ今います。
おはよう、初見です。ありがとうございます。かい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 、めちゃくちゃ書いちゃった。これ絶対今何かさ、蚊に刺されのさ薬塗ったら痛いやつ。一回書いちゃうと本当に痒いよね。だからそう、薬塗るんじゃなくて、ひなはパッチ、虫刺されパッチ派です。めちゃくちゃ書いちゃうから。カウント完了、ありがとうございます。おはよう、おはよう、おはようございます。やばい、蚊に刺されかゆい。寝てる時刺されたの、これいつなんだろう。でもここは多分この間というか一昨日弥彦行った時にめちゃくちゃ蚊が飛び回ってて、なんか太もものね、この付け根らへんめっちゃね、今刺されてめっちゃ痒いんですよ。そこが一番痒くて、でも今はここがちょっと一番、すねが一番痒い。で、今日の試し書き、あ、昨日？いや今日だ。昨日の何？え？今虫刺されパッチ持ってきたんだけど、ママがということで貼りたいと思います。みんなはアンパンマンですか。まあ、ひなもね、アンパンマンの時もあればこういうでもね、アンパンマンも結構良いですね。ということで貼りまーすちょっと待って、どこどこどこ、え、なんかさ全体的に貼れてて、どこ、あ、あった、貼りまーす。ぺったり貼りました。で、くしゃみが出そうなんだよ、ずっと出そうなんだけどね。今日めっちゃエル君かわいいね。このさ、このひなのショールームの裏側をぜひ皆さんに見てほしい。あのね、ごめんね、いつもこうやってこう普通にショールームし、エル君映ってない時はこうショールームしてるけど、もうこの下でめっちゃ可愛いんですよ、エル君が。だからね、今度もうここら辺にカメラ設置、後ろにカメラ設置しといて、エル君のことショールーム中エル君がどんな動きしてるのか見せてあげたい。いや、めっちゃいい子ですエル君、可愛い。この前のアングル、あ、この前のアングルめちゃくちゃエル君見えますもんね。あ、またね、なんかね、なんだ、なんか、まあ、個人でも筋トレ配信とかしようかな。やばい。もう高3か、時が経つの早いな、本当にね。みんなまだ自分高1だと思ってるもん。全然高3だと思えない。いや、私さ、高校生活じゃないや、高校生活を NGT として過ごすなんて思ってなかったから、3年間部活取り組んでお友達と遊び行ったり、まあ勉強できないから頑張って勉強したりするんだろうなってずっと思ってたの。
高校生も。あ、目が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 。そう。だからね、もう NCT として過ごすとなんて思わなかった本当に。なんか本当に私は落ちると思って受けたんですよ NCT に。落ちるって分かってて受けたんですよ。だからまあなんていうの、受かりたいっていう気持ちはあったけど、まあ、もちろん落ちるだろうなっていう、もうなんか言っちゃ悪いけど落ちる自信があったと、あ、自信があったわけじゃないんだけど、まあ、落ちるんだろうなっていう思いでやっちゃってたから、そう、もう受かりたかったけど、まあこの私は絶対に落ちるだろうって思って受けたから、本当にこうやって今受かると思わなかったから、そうだからね、私 NGT という NGT として高校生活を送ったから、もし普通に生活してたらどんなだったんだろうなとは思う。思い出作りとか、いやそんな、まあ、そんな軽い気持ちで受けたわけではないんですけど、思い出作りに受けるとかそういうことではないんですけど、本当に入りたくて、まあ、ずっと好きで、ずっと好きで入りたくて、まあ、受かりたいっていう気持ちはもちろんめちゃくちゃありました本当に。でも、まあ、きっと落ちるだろうと思ってたから、落ちることが怖くて、友達とかにバレてたから、あのひなが受けてたこととかも、だからあのすごく受かりたい気持ちではあったけど、まあ、落ちるだろうっていう確信が高かったから、もう最終審査に行くのが怖かったんですよ。もう行かないって、行かない、怖いって思っちゃって、もう絶対に落ちるのに怖いって思ってた。うん、だから本当にもう、あ、絶対に落ちるっていうほぼほぼの確率、もうなんかちょっと受かるかなとも思ってなかったんですよ、なんかもう本当に。そうだからね、本当にびっくりびっくり。もうその時も高1だったから、まあもう当日ね本当に怖くて、最終審査に行くのが、その日まあチアリーディング入ってて部活があったんですけど、もう朝からもう怖いから、もう絶対に落ちるのに、絶対に落ちるのに受けに行くの怖いから、私は部活に行くとかね言い張っちゃって、家族に。もう怖くて私は今日部活に行くって言い張ったんですよ、言い張っちゃって、そしたらパパがね、自分のやりたいと思ってなんか受けたことはちゃんと最後まで責任持ってやりなさいって言われて、それで会場にねパパと向かったという、本当にこれ自分が悪いんですけど、本当にでもあの時ねパパにそう言われなかったら部活行ってたかもしれない。もう本当に怖かったんですよ落ちるのが。もう絶対に落ちるのにな、もう絶対に落ちるんだから最終審査に行ってもって思ってて、だから受かった後そのなんか親のところに行ったんですけど、受かったメンバーで親が待ってますみたいな部屋に行ったんですけど、あのねその時に、まあ、ひながそう朝からそうなんか、ひなはあのリタイアするみたいな話をしてたから、もう怖くてリタイアするみたいな話をパパに言って怒られてきた身だったから、こうね腕組んでね、あのまあ、みんなパパだけだったんですよ男が。そうママお仕事で来れなくて、
他みんなお母さんなんだけど、パパだけ男がいたんですよ。なんていうの、パパだけパパだったんですよ。ん、なんていうの、受かった方のご両親、そのお母さんとかがいるんだけど、他のメンバーみんなお母さんがねいたの、その部屋に。でもひなだけパパで、他にもパパいたのかな、でも一人だけ男が座ってたんですよでこうやって腕組んで、もうでなんかとりあえずおめでとうでどうするんだって聞かれて、ひながそういう朝からねそういうこと言ったから、なんかもうなんていうの、ひながね、そのまあ なんて言えばいいんだろう、中途半端なことしてたから、ちょっと結構まあどうするんだって言われました。ひなはもうやると言ったけど、だからねその時はるかが隣にいたみたいで、この人のお父さん怖って思ったらしくて、そう今ねはるかに、ね、聞くとね覚えてるんですよ、パパが言ってたこと。そうひながパパに怒られてはないけど、なんかこうちょっとなんか言われてたのをはるかが隣で聞いてたらしくて面白い、面白かったです。ええひさ怒られてたよねみたいな言われて、まあ怒られてたわけじゃないないんだけど、まあひながね朝からそういう中途半端なことして受けたから、受けて受かったから、やるのかやらないのかっていうことをねまず最初に聞かれたんですよ。とりあえずおめでとうって言われてから、そうでも本当にもうなんかうやっぱりもう落ちると思って、もう1時も2時も全部落ちると思って、それで最終も落ちると思って、だからまあ2時までは行ったけど、行って受かったけど、まあ、まあ最終はきっと確実、確実って言ったら自分に申し訳ないけど、もう分かんないんだろうなって思ったから、思ってたから怖かったの、会場に行くのが。それで落ちて、それで落ちるっていうのが嫌だったのまあ逃げてたんでしょうね、その時は本当に弱くて弱くて弱くて逃げて、逃げようとしてたんですよ。でもパパがねそうやって言ってくれたから本当に逃げなくてよかったです。もう本当に弱いですね、自分弱くて、本当はねもう絶対に受かる、絶対に私は受かると思って受けるべきなんですよ、それが一番だと思うんだけど、本当にもう自分に自信なくて、もうなんかもう私もう自分がアイドルに なれるとは思わなかった、なりたいっていう気持ちはすごくあったけど、もう絶対なれないだろうっていうなんかダメな自信があって、本当本当になんか何でも自分のことさダメダメ下げてさ何もできないとかさ考えちゃうからさ、ダメなんですよね私のそういうところが。そう懐かしいな当日も。うだってなんかもうオーディションの服とかってちゃんとも もう何日も前、もうせめて前日にねちゃんともうオーディションなんでね、ちゃんとした服とか着ないといけないじゃないですか。でも私は本当に逃げてて、もう確実に向かずに行こうとしてて、もう怖くて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 逃げてて、もう服も前日まで決めてなくて、もう行かないつもりで寝たんですよ、服も用意せずに。で朝からまあパパにね言われて、泣きながらというか、まあ、なんかそれで服
服をね引っ張り出してきて、部活に行ったらずっと後悔してたかも。そう、本当にそう思います。しかも部活入ったばっかり、もう高1でもう学校に入ったばっかりだし、部活もね始まったばっかりなんですよ。仮入部が終わって1週間目とかそんくらいな感覚だったからそんくらいの感じだったから、もう先生に連絡することも怖くて、入ったばっかりの身で休むっていうことも怖くて、そう、オーディション何歌ったの？オーディションはね、白羽美玲さんのソロ曲歌いました。僕愛されてはいない歌いました。そうそう、懐かしい。ほんとね弱かった、あの時はもう、まあ今でもまあ全然弱いんですけど。何の部活入ってたの？チアリーディング部です。チアリーディング部、確かの正直なら部活行く方が現実的。そう、しかもなんかもうなんか振り入れみたいなことしてて、もうなんか結構ガチで、もう休めない空気というか、結構忙しくて、先生もまあまあ怖くて。でもね、そのまあオーディションで休みますとは言えないから、まあなんかなんて言ったんだけど、なんかを理由にして今日休みます、具合かな、具合悪いって言ったのかな確か、それで今日休みますって言ったんですよ。まあオーディションなんですけど。だからね、もうなんか一回休むのにもやっぱめちゃくちゃ遅れるから、だからそう、ひなはまたその部活に確実に戻ってくると思ってたから、落ちてまた普通にもうチアリーディング部として活動すると思ってたから、もうその一回は休むこともね怖くて。もう本当に弱かったんです、その時気持ちが。もうなんか落ちるとしか、なんかダメだよねこういう考え方って。分かってくれてありがとう、ありがとうございます、こちらこそありがとう。最後に落ちるの悔しい。そうだよね、もし自分がここで落ちてたらと思うと、もし落ちてたらまた受けてたのかな何かで、それともどうなんだろうな。でも充実してたんですよその時すごく。今中学校生活すっごく嫌いだったんです。高校じゃなくて小学校から中学校の生活がすごく嫌いだったんですよ。結構嫌いというか、あんまり楽しいって思えなくて、早くアイドルになりたいって思ってたの。なんかまあね、なんかそう思ってたの。でも高校に入ったらなんか充実 してたから、部活とかもちゃんとやって、お友達も新しい友達できて、だからその時にアイドルになったから、なんか結構もうなんか人生がもうおーってなった感じ。中学は部活何してたの？カラーガード部です。カラーガード部、なんだろうね、なんか小学校から中学校の生活すごく嫌いだったの。退屈だったんですよ。まあ
部活は楽しかったけど、その学校生活とかがあんまり楽しくなくて、そう、そうなんですよね。だからずっともう早く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 オーディション受付しないかなってずっと思ってた。都会に出たくなかった。でもね、あんまりまだね、それを思ってなかったかも。そうそう。なんか全然ね、何をすればいいかも分からなくて。いやもうほんと中学校退屈だったんだよね。もう毎日がつまんなくて、もう早く今すぐアイドルになりたかった。そう、しかもなんかまあまあね、本当にあの自分で、まあ、今もそうなんですけど、小学校中学校めちゃくちゃまあおブスだったんですよ。まあ今もなんですけど、まあ、ちょっとはね変わったと思う。めっちゃおブスで、それでなんか私に対してなんかいろいろ言われたこととかもあるんですよ。それを見返したいっていうことではないけど、見返したいっていう気持ちではないんだけど、なんかアイドルになってあの時あんなこと言って、あなんかって思わせたかったんです、私は。だから絶対に入ってやると思ってたの。男子に言われた、そう男子に言われた、鼻がゴーヤとか横顔がキモいとか。そうだから私は絶対にアイドルになってあの時言ったのを後悔させてやるって思ってたんですよ、ずっと。それがすごく思ってた。鼻がゴーヤはひどい。ひどいでしょ？傷つくよね、鼻ゴーヤって。だからひのずっとなんか NGT に入ってから鼻すごく褒めてもらえて、自分の鼻って大丈夫だったんだって思ったんですよ。ずっとゴーヤ鼻とか言われてたから、あ、鼻のこういうなんかでかい感じってあダメなんだって思ってたの。だからすごくひの鏡で自分の横顔見た時にもうなんかすごくね嫌だったの、自分のこの鼻が気持ち悪くて、もう毎日学校行く前自分の横顔鏡で見て、あーブスだなって思ったり。本当は可愛いと思ってるのに意地悪したくなる。違うんです、ガチのやつなんですよ。ガチで言われてることなんですよ。もう本当に愚痴、悪口として。
本当にね嫌だった。なんかうん そうね、すごくね、私はだからアイドルになってね絶対見返してやると思ってたんですよ見返してやるというか、まあまあ、あーって初見です、とっても綺麗な顔です、ありがとうございます、嬉しい。いやでも本当にまあ本当に大ブスだったんですよ。まあそれはね本当の事実だったので言われてもね言い返せない顔をしてたんです私は本当にもうね自分の顔ねやばいんですよマジで。小学校中学校の自分の顔めちゃくちゃ。 NGT がなかったら東京か大阪、あそう私 NMB 受けようとしてたので NMB の5期生、何年生だったんだろう、 NMB の5期生受付された時、そうでも NMB の5期生受けようとしてたんだけど、まあね受けれないということで、でパパに NMB の5期生受けたいって言って、まあでも、まあ、ひなはその時新潟から大阪まで新幹線でも一瞬で行けると思い込んでたんですよ。まだ何年前かな、でも中学生だったかな、もうひなはその時は新潟から大阪まで新幹線で1時間くらいで行けると思ってたの。だから全然新潟から通えるんじゃないかって思って、あのそれでどうするん、え受けたいって言ったらどうやってどうするんだって言われて、え普通に家から通うよって言ったのね。その時は知らなくて家から通うよって言ったら、いや現実的に考えて無理だろうって言われて、でそれでそのなんか5期生を受け付け、 NMB さんが5期生を受け付けてて、その受け付けてるところになんか質問があればみたいな、メールして、メールかな、質問があれば連絡してくださいみたいなところから、新潟から毎日通うことは可能ですかって質問して、そしたらなんだっけ、なんかまあなんて返ってきたか覚えてないけど、まあ多分無理だったんでしょうね5000人ってありがとうございます、ありがとうそう、その運営さんなのかな、その質問箱みたいな、質問箱ではない、その運営さんに質問したんですよ、連絡を、新潟から毎日通うことって可能ですかってバカでしょ今思うと、無理に決まってんだろうってなるんだけどその時なんだろう、中1とかかな、どうなんだろう。でもさ昨日確かさ NMB さん5期生さ、あれだよね、お披露目から4年、そう5期生さん昨日でお披露目から4年だから、え中1ではないね、じゃあ意外と中2とかかな、中 2? 中3もないな、中2かな。ひなはもう連絡したんですよ、新潟から毎日通うことは可能ですか、多分ね現実的に考えて、まあ無理ですよね今思うと本当にバカですね、絶対に無理に決まってんだろうって思うんですけど、初見です、お邪魔させてもらいます、ありがとうございます、ありがとう。そう無知ってすごいね、本当に無知だった、めちゃくちゃもう一瞬で大阪行けると思ってたもん。うん
でもまひね NMB さんすごく好きだったから入りたくて、もうこれはチャンスだって思ったんだけど、まひなはまだねその年で、ひな本当に、ま、全然子供で家から離れることはできないっていう、できないですよ。だから本当に今思うと、あおちゃんとかあの若さで新潟に来たの本当に自分だったらって思うと、自分だったらできなかったから、そう、そこでねその NMB さん5期生、まあそれはもう大阪に住むってことになるじゃないですか、その勇気というか、そう、まあそんなもう私がね、その一人で県外に住むとか絶対にできない、子供すぎても何もできないから、まだ一人で電車乗れなかった、うん、一人で電車もね乗ったこともなかったし、もう一人で何もできなかったから、自分だったらできなかったなって思うと、本当に青とかね特に本当あの若さでこの自分の県じゃないところに来て、しかもね、出遅れた、おはよう、おはよう。そう、まあね、あの時はね、ああ受けれないかと思って、まあ NMB さん5期受けなかったんですけど、まあ本当に受ける直前まで行ってましたね、本当に絶対に私は受けるぞってね決めてたの、その時5期が発表されて、もうおばあちゃんと大阪まで行くっていうね話もしてたの、そのオーディションの日にね、まあママもパパも仕事だからおばあちゃんと東京に、あ、大阪に行ってオーディション受けてっていう、そういう考えもちゃんとね考えてて。おはよう、はじめましてがオンラインおしゃべり会に、え、ほんと嬉しい、ありがとうございます。あ、みんなまた後で設定するけど、今日の10時までオンラインおしゃべり会受付しておりますので、皆さんぜひぜひよろしくお願いします。おすすめは10月25日のメイド服の日です。メイド服できる範囲でお願い聞くので、ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。今日の10時までです。はい、ありがとう。あ、この日の6部この10月25日日曜日のメイド服の6部です。よろしくお願いします。お願いします。少々買っております、ありがとうございます。ヤヒおはよう、間に合った、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、おはよう。そうそう、それでねめっちゃ懐かしいな、早くアイドルになりたかった中学生時代、もう今すぐにアイドルという存在になりたかった中学の3年間、本当にあの3年間は苦痛でつまらなくてしょうががなかったもうアイドルのことばっか考えてた、もう中学生の時代、まだかまだかとオーディションを
そう、もうあの3年間ね本当につまんない、やほんいや楽しかったよ、もちろん楽しかった、部活も3年間めちゃくちゃガチでやってたし楽しかったっちゃ楽しかったけど、なんかいろいろありすぎて早くアイドルになって、うん、でもそう握手会と違ってなんか恥ずかしくて迷い中、そんな方でもぜひ私がね、もしね緊張して喋れなくても私がねたくさん喋るので、ぜひぜひ、ひなもね緊張してるんだけど、ぜひぜひ会いに来てくれ、会いにっていうか、まあ、画面上ではありますけど、もう本当に生で会ったかのような楽しさで終わる、ん？楽しさで、楽しさにできるように、ね、ひなもちょっと緊張するんだけど、めっちゃ可愛い、嬉しい、ありがとうございます。そうなのでね、皆さんぜひぜひ、くしゃみ出そう、そうさ、見つめ合うだけでもなんかちょっと喋るの緊張するよって方だったら、もうお互い見つめ合うだけでも何でも、朝から5000人超えててね、なんか朝からありがとうございます、めちゃくちゃ嬉しい、ありがとう朝から皆さん、にらめっこもあり、ありにらめっこって変顔するってことですか、それお互い変顔するってことですか。10月25日がおすすめ、そうです、10月25日の特に6部がおすすめです、よろしくお願いします。この日はね、そのメイド服なのでできる範囲でお願いを聞きたいと思います、だからね何でも萌えゼリフとかでも、そのお仕事頑張ってって言ってとかでも何でも聞きたいと思います。あ、笑った方が負け、いいね、笑った方が負けしましょういいですよ、あっち向いてほいいいよ、全然いいよ、やりたい日な、あっち向いてほいめっちゃ苦手なんですよね、生誕人まで来てないから着るか、着てください、 お揃いしましょう、この日、この10月11日生誕って生きるので、4部当たりました、ありがとうございます、ありがとうございます、めっちゃ肌綺麗ですね、本当嬉しい、ありがとうございます、11日撮ってない、あ、11日じゃなくてもぜひ生誕時来てくださったら嬉しい、ありがとうございます、いつでも見たい、みんなの生誕時姿、昨日ねメイド服が届いたんですよ、制服も届いた、メイド服ねめっちゃ好みでした、私のあのまあ上だけしか映らないと思うんですけど、あの短いスカート感が私は好きですそう、どんな感じ、なんか本当はというか、なんか色のついたメイド服にしようかなと思ったんです、色っていうかなんか薄ピンクとかさ、なんかちょっとピンク系とかの
メイド服にしようかなって最初は思ってたんだけど、いやでもやっぱりガチでガチの黒のメイド服にしようと思って、ガチというかその黒いワンピースに、ワンピースというか黒い服に、そのまあ白いね、白いこういうそのメイドのね、こういう前掛け的なやつとカチューシャと、あとねここにハートがあるんですよ、ハートの穴、ちょっとセクシーな、あでももちろんちゃんとなんかまあ見えないようにするんですけど、ここのハートがね多分主役です。ミジティア新潟に劇場あるんですか？あります、はい、新潟のバンダイに劇場があります。ぜひもし公演とか開催したら見に来てください。画面越しではなく実際に会いたいやつや、そういつかねまた握手会再開できたら、このメイド服生で見てもらいたいなとひなも思ってるので楽しみにしててください。あ6000人ありがとう、嬉しい、朝から6000人も嬉しい、ありがとうございます。そうまあね、あのオンラインだけじゃねもったいないので皆さんに見てもらいたい、せっかくね買ったので、ここだけで終わりにするのはちょっと悲しいので、そろそろ仕事行ってきます、いってらっしゃい。そう制服もね、また握手会が、本当の握手会が再開したらまた来たいなと、生でね見てもらいたいなと思います。今回はオンラインですけど、でもオンラインでもね、そうちょっと楽しみにしててください。フォロワーよりね嬉しいです、ありがとうございます、本当に嬉しい、朝からこんなにたくさん、オンラインでも会えるの嬉しい、本当にオンラインでも会えるの嬉しい。なんかもうさ、ずっと顔見てなさすぎて、みんな今どんな顔してるんですか？次会った時コスプレになってたらどうしよう。やだね、今もう来年から制服コスプレになるんですよ。やだ。でもさ、そんな気もするしますよね。なんかちょっとね。本当に握手会が再開した頃にはひなも制服コスプレになってるじゃないかな。悲しい、やだやだ、本当に高校卒業したくない、もう一生高校生でいたい、やだ、なんかもう無理、なんかもう自分がなんか意外と大きくなっててびっくり、やだ本当にやだ、もう一生高校生でいたい、えマジで、なんか本当に心から叫びたい、やだって。卒業しなくてもいいよ、いやします私は絶対にします、留年などしませんですので、留年しませんよ、皆さん心配してますけど私は絶対に留年しません。でもまあ高校生の思い出はって聞かれたら、もう NGT 生活としかとですよね、もうこの一言しかないってくらい、本当に私の高校生活は NGT でしかなかった。やだ、なんかちょっと改めて考えるとちょっと焦る、やだ、やだ、めっちゃ、ほう、鳥肌立ってしまう、無理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 
ね、助けて。急に焦り始めた。もう焦るよ、なんかさ、あ、なんか自分はもう高校生だって感覚に至ってるけどさ、言うてもう1年もないのよ。助けてよ。本当にやだ、やだ、ひな一生高校生でいたいの。ひなって20歳になれると思いますか？私の20歳絶対想像できる人いないと思う。自分もできないもん。え、絶対ひな多分ね、一生20歳になれないと思うの。みんなそう思わない？可愛いギフトありがとうございます。ひな絶対に自分が20歳になることは一生ないと思うって思ってるけど、いつか20歳になるわけでしょ。あと3年ですよ。いや、え、考えられますか？私の20歳。無理、怖い、私の20歳を考えられる方いますか？どうしよう。え、世界で一番20歳が似合わない人かもしれない、ひな。あ、なんていうの、似合わないっていうのはその自分が若いとかじゃなくて、性格が子供すぎて、なんか全体的に子供すぎて。だがしかし、なってみると何でもないのであった。まあでもきっとなってみたらそんなもんですよね、きっと。え、どうしよう、助けて。18になるのもひな考えられないんですよ。今17で、まあもうひのとかこの間18になったし、ゆうもね、もうすぐで18になるんだけど、まあ、同い年なんですけど、2人は。18って結構なんか境目じゃないですか。ひな的には16と17も結構境目だったけど、17と18も結構境目だと思うんですよ。ひな、もうすぐ18なんだよ、1月で。もうあと何ヶ月か、あとまあ半年くらいはあるけど、助けてよ。くしゃみ出そう。あ、本当に出る。あ、出ない。待って、本当に出そうなの。いや、出なかった。ごめん、出なかった。待って、出る。いや、出ない。待って、本当に。イエス。いや、出ないわ。めっちゃ今出る直前だ。なんでさ、なんで出ないんだろう。やっぱなんかさ、ショールーム中はくしゃみしちゃダメっていう自分の脳がさ止めてんのかな。もうめっちゃ涙出てきた。成人式楽しみじゃない。成人式ってあれですよね、中学校の友達とかと会えるのかな。成人式ってどういう感じなんですか、全然わかんないんだけど。小学校とか中学校の友達に会えるのかな。その地域で同じ学校だった人と集まるみたいな。え、なんかあんまりなんかわかんなくて、どうやって集まるの。だからね、中学校の友達に会えるってことですよね、もしかしたら。そうなんだ。じゃあ私アイドルになったからさ、見返せますね、私のことゴーヤって言った方を。私の顔に対して何か言った方に会ったら、もう何も言えませんかね。それで言ってきたらさすがにいやってなるけど。その嫌な子言ったに、嫌なこと言った子にギャフンと。そうだよ、そうだね。
仕事行ってきます。バタバタと全然コメントできてないけど、ありがとうございます。いってらっしゃい。ありがとう。てか成人式とか行けるのかな私。みんなお友達が20歳になってるってこと？どうしよう、あんなに子供だった私たちがみんな20歳になるの？やばくない？告られるよ。告られないよ。もうねあれです、本当にね私ね告られた、告られないですよ。でも意外にそういう子が大人になってくるとめっちゃ優しくなってくることがある。あーあるんね。ありそうありそうありそう。あと3分ありがとう。ちょっとね今メールをね、メールがね、言ったこと忘れて、いや絶対本人ね今多分ね忘れてると思います。私のことをゴーヤって言ったこと。いやでもまあこのゴーヤって言った子だけじゃないんですけど、他にもまあたくさんというか、まあ、結構いるけど多分全員覚えてないと思います。全然覚えてないと思う。1ミリも覚えてないと思う。まずひなのことすら覚えてないと思う。多分ひなのことすら分かんないよきっと。誰ってなると思う。そう、ぜひ配信ありがとう。こちらこそ見てくれてありがとう。ありがとうございます。ゴーヤ感どこにもないけどありがとう。今その時も本当に自分の鼻がゴーヤだと思ってもなんか、ね、握りつぶしたかったの。よし、メールかけた、かけた、かけました。ちょっと待ってね。よし、これで OK。 あとはね、ツイッターをね、ツイッターをツイートする準備を。あ、あと1分。よし、OK、しました。皆さん、今日もメールじゃなくてショールーム見てくれてありがとうございます。あとオンラインおしゃべり会の受付、今日の14時までです。よろしくお願いします。特に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 この10月25日の6部よろしくお願いします。朝からありがとう。こちらこそ今日も一日頑張りましょう。いってらっしゃい。バイバーイ。めっちゃ、お、いってらっしゃい。今日も頑張ってね。バイバーイ。おやすみなさい。いってらっしゃい。ありがとうございました。